いたします。梶山経済産業大臣。ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨をご説明申し上げます。新型コロナウイルスの感染拡大により非接触の生活様式が浸透するとともに、電子商取引の急進や情報通信技術等の発展により消費行動や企業行動の変化が見られています。これらの生活様式及び経済行動の変化に対応した施策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要であることから、本法律案を提出いたします。次に本法律案の要旨をご説明申し上げます。まず新型コロナウイルスの感染拡大に対応した手続きのデジタル化です。第一に、特許の無効等の審判の口頭審理等について、審判庁の判断でウェブ会議システム等を利用して手続きを行うことができるようにします。第二に、特許料等の支払い方法について印紙による予納を廃止し、口座振込等の簡便な手続きによる予納を可能とします。第三に、衣装や商標の国際出願において登録を行う旨の通知等を国際郵便ではなく電子的に送付することを可能とします。第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を渡過した場合に割増料金の納付を免除することとします。次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置づけます。第二に、デジタル技術の進展に伴い特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。第三に、特許権等が手続き期間の渡過により消滅した場合に権利を回復できる要件を緩和します。最後に、知的財産制度の基盤の強化です。第一に、特許権侵害訴訟等において裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入します。第二に、近年の審査負担の増大や手続きのデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく特許料等の料金体系を見直します。第三に、弁理士が農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務について弁理士を名乗ってその業務をできるように見直します。以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何卒ご審議の上速やかにご賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る14日水曜日午後0時50分理事会、午後1時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。